こんばんは。暑い暑い暑いです。とっても感想、今日はカノに会いました。久しぶりに。配信はゆっくりできませんゆっくりできないんですけど、お付き合いください。カノは元気ですよ。かのちゃんスルーセブンシーズンしてたの。いや、なんかこうかのにもちょっとかのの気になる馬をちょっと入れたいなと思って、こう馬柱をこう見したわけよ。ここからちょっと見てみたいな面白かったのが、多分名前でいいなって思ったんだろうね。最初その6番をなんか、まあ、最初ディープボンドを選んで、その次にそのスルーセブンシーズンだっけ、合ってるよね、を選んで、誰かが「え、なんでこの馬がいいの?」って聞いて、って言って、多分まあ名前でこう多分選んだんだろうね、きっと。でその横に成績があるわけじゃん。中山で何着とか、新潟で何着とか。で確かなんかちょっと待ってね。そうそうそう。で中山1着、中山1着って言って、新潟2着で、で阪神で10着じゃないですか、4走前で、まあ、彩香が言ったのよ。なんかそのコースとの相性とかいろいろあるからみたいな、そうっていうのを説明したら、いや阪神なんか中山1着1着2着10着、いやこれはもういらないって言ってこのままは入れない方がいいってカノが言ったので外しましたっていう外しましたね。確かにそう、なんか56キロっていうのがちょっと私は引っかかったんですけど、でも確かに2走前でね56キロ背負って勝ってるから、3勝クラス、いやなんで入れなかったんだろうっていう、まあね、たらればを言ってしまったらあれですけど、はい、ちょっと私もちょっと変えなかったですね。そう、なんか血統的にもね、なんか宝塚って相性いいですしね。ねえ、ちょっとはい切り替えます。はい、カノは一切悪くありません。はい、カノは一切悪くないです、はい、ね、強かったね本当に。お、生まれん的中、おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。
今メール来ました。お、届きました。イクイノックスの端子を買えばよかったまあね、さすがにあの馬にはちょっと逆らえないなと思って頭固定で行ったんですけど、いなかった、2着が。はい、毎週ありますので競馬は毎週あるんで大丈夫ですよ皆さんね。サマーツアーの当落来たんですか？もう今日来たの？あ、昨日来たんだ。そっかそっか、ファンの方がね、当たってたらいいなと思います。札幌ついていっちゃえば札幌ついていっちゃおうかな。9月だよね確か。太田先輩はどこに行くんだっけ？東名阪でございます。東名阪に行かせていただきます。天津飯ですね透明飯でございます。はい、競馬ダメだったけどコンサート代を捕獲してる、よかったですほどほどにね、みんなほどほどにほどほどに。サンジャナイを出演おめでとう。あ、そうそうなんですよ、7月1日サンジャナイを出演させていただきます。イエイ7月呼ばれましたね7月呼ばれました。はい、ぜひ生放送なのでリアルタイムで聞いてください。8月はなくなったっていうのやめてもらっていいですか？わかんないじゃん、まだまだわかんないじゃんまだわかんないよ。いや、呼ばれると思う、私はそう信じてます。きっとまあ、マネージャーとか忘れてたら三木さんが収集かけてくれそうだし太田さんは大丈夫なんですかって言ってくれると信じて、はい、まあ呼ばれなくても押しかければいいか。あ、確かに、うん、その手がありますね。
まあ、でもちなみになんかこの私はあれですよ、こうずうずうしくなんかケーキをもらいにこう8月に呼ばれたいとかそんなおこがましいこと言ってるわけではないです。やっぱラジオに出演したいっていう気持ちが第一なんで。はい、そうですよ。サマーツアーで忙しいから忘れられてる。そんなことはないと思いますよ。でも呼ばれることを祈って頑張ります。今年はない、まあ、なんていうの、ホールケーキというよりあのお祝いしていただきたい、嬉しいなみたいな、そっち系ですから。本当にお、ありがたいコメントが。そう、今日は、深夜24時35分から、はい、未完全 TV 放送されます。イエイ。なのでぜひぜひぜひ、見てください。運転の対決3連単的中できるか、ぜひ見てください。パジャマ私物じゃない。私はああいうピンクのパジャマあんまり着ないので、私物じゃないんですけど、はい、私に運転やってほしい、そういう声がすごく届いたので、私はしっかりあのマネージャーさんとかきのこさんに、もしこれ第2弾があるとするならちょっと呼んでほしいですっていうことを、はい、伝えました。まあ、呼んでもらえるかは分かりませんけど、はい、運転は1位になる自信ある？もちろん。ひなのとね、呼ばれるかな。ひなのもやりたいって言ってたので、そっち側で行きたいって。家ではどんなパジャマ？普通ですよ。いつものリーダー部屋じゃないということですか。ひなの運転激しそう。いやマジで、あの、まあ、片手運転はダメですけど、片手運転でなんかしてそうなイメージ、はい、まあ、知らないと思うけど実際はね、片手運転してそうなイメージ、サングラスかけて、まあ、なのでぜひご覧ください。よろしくお願いします。さあ、ということで480日ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てくれてありがとうございます。あと500日まで、あと少しです。はい、またお祝いのケーキを買うために毎日頑張りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでみんな、またね、ありがとう、バイバーイ。